エクストリーム世界史、ベネチアはなぜ地中海を制覇できたのか、へぇー。アドリア海の女王。いきなり、中田さんの YouTube 大学の完全ならパクリから入ったけど。今回これでいこうかな。こっち聞いてないけど、そんな。まあまあ、はい、これで。そう、今日はちょっとベネチアの歴史について、はい、紹介しようと思います、うん、で、まあ、イタリアの観光都市で ね、 そうだね。で、海に浮かぶ綺麗な街と、うん、行ってみたい、うん、で、だけどこの歴史を知ってますかという話なんです、うん、で、まあ、この実はベネチアってもともとベネチア共和国っていう国だったんだよね。あ、そうなんだ、うん、で、しかもこれ1000年の歴史を持っていて、それを今回ギュッとエクストリームにお伝えしようと思います。お伝えできたことないよ。短くなったことないのよ。くそんな自信満々に言うて。まあでもね、ちょっと気になるのでね。これを知れば、うん、もう完全にもうベネチアの歴史わかりますから。で、こうベネチア行ったよっていう人に対しても、でもベネチア知ってると、こう言えるわけですよ。完全にマウント取れますから。そんなマウント取る必要ない。我々もベネチア行ったことないけど、うん、もうマウント取りに行けるように行ったことないですね。まず行くことから始めよう。まあでも行く前にね、そう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 、今ちょっとコロナで行けないから、 その前に知識をつけて、うん、それからベネチアに行くとより楽しめます、ね、うん、そう、はい、そういう動画になってます。そうですね、ちょっと知りたいです、うん、で、まあそもそもなんであんな海の上に町が作られたのという話と、うね、でしかもこのベネチアって一時東地中海を完全に制覇するぐらい大国だった。そうなんだ、うん、なんでそんなでかくなったの、うん、で、そしてなんでそれが滅亡してしまったの、うん、で、ベネチアってなんか商人が治めてる国みたいな、うん、そんな国でなんかすごい合理的な商人たちがチームワーク抜群で治めてた、うん、それをまあ今回紹介しよう、はい、で、まあ、参考文献として今回は塩野七海さんって人が書いた海の都の物語ベネチア共和国の1000年っていう本をもとに紹介しよう、はい、で、まず、うん、ベネチアがどこにあるかという話で、はい、このイタリアのこの北の方のにある町で、このイタリアとクロアチアの間のこの海がアドリア海っていうんだけど、このアドリア海の上に浮かんでる島がベネチアになってます、はい、これが拡大図なんだけど、今はこうやって本土から鉄道がつながってるんだけど、うん、前はこんな鉄道がなかったから完全にこの船じゃないと行き来できないようなこの島だったのね、うん、で、しかもこれ干潟の上に浮かぶ島で、要はまあなんていうのかな、泥の上に浮かぶ島だったわけよ、うん、で、当然今は鉄道で行けるんだけど、今も車とかバイクとか自転車は使えない、うん、で、船で行き来すると、だからゴンドラで、うん、まあ行き来するような街になってます、はい、で、どんくらいの大きさかっていうと面積5キロ平米ぐらい、うん、どんくらいかっていうと大阪の天王寺区が5キロ平米、うん、これ大体わかる、私はわかるけど大阪に住んでたから。あ、皆さんもわかったでしょう。わかる。いうことで進めます。そんな天王寺区にいっぱい住んでない。だからそんな大きくないわけよ。まあまあ、まあ、で、そんな大きくないんだけど、一時はこれくらいでかい領土を収めてたのよ。これぐらいってどれぐらい？これを見せます。はい。で、要はもうアドリア海の主要な港を全部押さえてたの、うん、で、しかもこのクレタ島とか、うん、キプロス島まで実はこう治めてたと、うん、めちゃくちゃ大国だったわけ、うん、で、まあそんな感じの町でしたと。で、まあ、まずはその最初からを説明しようと思います。で、まずなんでそんな海の上に町が作られたのかという話で、452年頃に人々が移住し始めたって言われてて、うん、当時も完全に何も町とかなくて、うん、泥の土しかなかったわけ、うん、で、完全になんか耕作することもできなくて、小麦とか育たないようなその土地だった。なんでそのとこに行ったかっていうと、当時イタリアってローマ帝国だった、うん、だけどローマ帝国は衰退し始めてて、で、この20年後に西ローマ帝国って完全に滅亡するんだけど、うん、で、いろんなところからゲルマン民族とかなんか蛮族が来てたわけよ、うん、で、その一つのフン族っていうのが攻め込んできてて、うん、で、そこにイタリアの町に対する人たちがそのフン族から逃れるために仕方なくその干潟に避難してきたわけよ、うんうん、で、そこだったら攻めてこないから、うん、で、当初はその何も小麦とか作れないから塩を作ってた。塩を作って、で、対岸の町に売りに行ってたと、うん、そんなことをしてた。で、その蛮族はどんどん来てたから、なんか難民がどんどん増えてった、うん、それで人が増えてったと。で、塩を売ったり買ったりしてるうちにその船乗りも増えてきて海運業が盛んになってきて、うん、で、しかも貿易も増えてったから貿易業もどんどん伸びてった、うん、まあ、そんな感じで徐々に町が広がっていったと。
で、そんなことしてる間に697年にベネチア共和国が作られます、はい、で、なんか初代ドージェっていうのが選ばれる。ドージェっていうのはそのベネチアの一番偉い人、うん、まあ、大統領みたいな、うん、で、そのドージェっていうのは選挙で選ばれて、でしかも1回選ばれたら死ぬまでずっと務めるっていう制度、で、しかもこれがその1797年にベネチア共和国って滅亡するんだけど、その1000年間ずっとこの制度が続く。すごいね。選挙で選ばれるプラス、うん、死ぬまでずっと同時、うん、それすごい大事だよね、うん、一回こう選ぶ人ね、間違ったら滅亡しそう、すぐ。そうだけど、そのドージェっていうのは一人では何も決められないっていう制度、ね、で、ドージェがいるんだけど、ドージェ補佐官っていうのが同時に選ばれてて、うん、この補佐官は半年ごとに変わったりするんだけど、うん、この補佐官と一緒に決めないといけない、うんうん、いう風になった。だからこのベネチア共和国っていうのはそのアンチヒーローの国って言われてて、うん、権力がすごい分散されてる、うん、独断でヒーローが国を導いていくみたいな感じの国じゃなくて、うん、こうみんなで治めていきましょうみたいな、そういう国だったのよ、だからそのすごい長い間こうなんか間違った人がこう国を間違った方向に、まあ、独裁者は生まれにくい環境だったっ、ね、そういう国だった。だこれが一個反映した一個の理由一となってます、はい、で、このベネチア観光で観光スポットとして有名なのがこうサンマルコ広場だと、なんだけど、なんか大きい広場で、ね、そう、うん、で、このサンマルコ広場って普通のヨーロッパの広場だったらあるべきものがないのよ。なんだろうっていうと、この英雄の銅像がないのよ。あ、普通のヨーロッパの街だったらその街のヒーローみたいな銅像が立ってる、うんうん、だけどこのベネチアってもうヒーローが嫌いな国だからないのよ、うんうん、で、もう一個このサンマルコ広場の近くにドゥカーレ宮殿っていうのがあるんだけど、うん、この宮殿もすごいこう開放的な作りになってるのよ、他の町よりも、うん、この宮殿にはドージェが住んでたんだけど、ドージェとか貴族がその会議とかしてたんだけどね、うん、なんでかっていうと、そのベネチアってそのみんなで治める町だから、うん、暗殺がすごい少なかったの、うん、だからドージェ殺したとしてもすぐ次のドージェが選ばれて、うん、でしかも独断しないから、うん、暗殺したところで国がすごい傾いたりしないのよ、うん、だからあんまり暗殺する側としてもメリットが少ないわけよ。だから暗殺が少なかった、うん、ですごい治安が良かった、うん、だから宮殿もすごい開放的な作りになってる。なるほど。この歴史を知ることで、うん、この観光行った時に、うん、あ、この歴史が息づいてるんだなということが分かる。そうだね、うん、だからヨーロッパ周遊とかね、そういう人にとっては面白いよね、うん、そうそう、この街はこうなんだというのが分かる、うん、違いが分かるねっていうことになってます、うん、で、ベネチアが反映した理由2が、はい、難攻不落のベネチアということ。攻めにくいよね。そう、攻めにくいんだよ。やっぱりその海の上に浮かんでるから、まず陸続きじゃないか、攻めにくいと、うん、でしかも干潟の上に立ってるから、うん、すごい攻めにくいのよ。そうだね、時間帯によって脱走しちゃうね。そういうことなんだよ、うん、で、実際西暦800年に神聖ローマ帝国が攻めてきたのよ、うん、で、もうやばいって大ピンチになったんだけども、うん、そのいつもは干潟 その水路のところに木の棒が立ってて、うん、この木の棒の間だったら船が浮けるっていうのが分かるようになって目印になってるんだけど、うん、それを戦争の時に全部抜くのよ、はい、で、自分たちが負けたように見せかけてこう徐々に敵をこう浅瀬にこう連れてったわけ、うん、向こうは気づかなくて、でちょうど潮が引いたら浅瀬で船が動かなくなったと、うん、いうんで、こう火の矢を行って船を燃やして人々が出てきたところをフルボックするっていう。すごい。で、うん、大軍が来たんだけど守り切ったっていう、うん、すごいね、うん、で完全に地の利の勝利。そうなんだよ、うん、で、この1000年間の歴史の間に何回か大ピンチを訪れるんだけど、うん、これ毎回この干潟にこう逃げ込んで、うん、こう防御を固めるっていうので、この時だってリーダーがないもんね。そう搭載されてないしね。そうなんだよ。じゃあ分からないよね、うん、ベネチアのね、中の人が外部に情報を漏らさない限りは、うん、あ、そうそう、だから内部からなんかそういうクーデターがない限りは大丈夫、うん、大丈夫、ね、でしかもベネチアって内部がすごい固まってた国だから、うん、でしかもクーデターをこう取り締まる秘密警察みたいなのも強くて、うん、そういうのも取り締まってたからバッチリだった。そういうシステムもあったんだ、うん、そうで、だこれが繁栄の理由に絶対に攻め込まれない土地と、はい、で、歴史のもう一個あって、こう守護聖人の決定って言って、うん、そのいろんな町に守護聖人っていうのが決まってるのよ。うちの町は俺が守護聖人みたいな感じで、うん、で、ベネチアにもそういう聖人がいたんだけど、その828年にこうエジプトにこう聖マルコの骨を祀ってる寺っていうのがあったわけ、うん、
聖マルコっていうのがキリスト教の中で、まあ、すごい偉い人だったんだけど、うん、その人の骨があって、うん、でいろんな人が参拝してたと、うん、だけどその当時エジプトってそのイスラム教徒が治めてる町だったのよ。である日スルタン、そのエジプトの王様が、まあ、今までキリスト教徒を多めに見てやったけどなんかムカつくからあの教会ぶっ壊せっていう話になったわけよ。怖いよ。でこう攻めてくるわけよ、うん、でちょうどそこにベネチアの商人がいたわけね、うん、でじゃあ我々がこの聖マルコの骨をこう持って帰って安全なヨーロッパに持って帰りますからどうぞ譲ってくださいっていうわけよ、うん、だけど教会としてはこの骨があるからいろんな人がその教会に来てでこうお賽銭をくれるわけよ、うん、だからこの骨なくなっちゃうと貧しくなっちゃうわけよ、うん、だからこうすごい渋ってたっていうことをしてる間にこうイスラム教徒がダン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 って攻めてくる、うん、やばいってなって、でベネチアのその商人がじゃあただで譲り受けないでお金を払いますっていうのよ、うん、でそしたらその人たちがまあ渋々、うん、その骨を譲り受けてくれて、でベネチア商人はそれをこう豚肉の間に挟んで、はい、でイスラム教徒って豚肉嫌いだから食べないね。そうでそのイスラム教徒がその教会を取り囲んでんだけど、うん、バーンって開けて豚肉だ豚肉だって言ってこう出てくるわけよ。そしたらイスラム教徒たちが待って、どういう状況、豚肉だって言いながら出ていくと、そうだから豚肉を荷車でこう引きながら、うんうん、豚肉は今から通りますよって言って、うん、で実際は豚肉の間に骨が入ってる、うんうんうん、でだイスラム教徒豚肉嫌いだから道がザッて開くわけよ、うん、で攻めてこない、うん、でそれをこう隠し持ってテクテクテクって言って、うん、でそれを見事ベネチアまで持って帰ると、うん、でそれで無事持って帰れたと、はい、でそしたらこうベネチアとしてはそんなありがたい骨が手に入ったから、うん、もうやったーってなるわけよ、うん、で今までいた町の守護聖人もいたんだけど、うん、それはまあ第2位に下がってもらって、うん、この聖マルコを我々の町の守護聖人にしようと、うん、でそれで教会も建てようってなってできたのがこのサンマルコ寺、うん、あ、そうなの、うん、なんですよ、でエジプトからやってきた、そうそうそう、であのベネチアの国旗ってベネチアの国旗というかベネチアの町の旗ってあのライオンの像、ライオンとの旗なのね、うん、これなんでライオンかっていうと、なんか聖人ごとになんかこうキャラクターっていうか動物が決まってんのよ、うん、で聖マルコのイメージキャラクターはライオンなの、うん、だからライオンっていう風になってます、これベネチアの旗なの、そう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 、なんか持ってるライオン、これはね、うん、なんか持ってるね知らないのかいなんか持ってますはい、えじゃあこの寺、サンマルコ寺には今も聖マルコさんの骨がある、骨がある、そうなんですよ、うん、すごいね、そう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 、でさらに時代はもうちょっと経って、はい、こうベネチア飛躍の一歩がアドリア海の警察になるっていう話で、うん、何かっていうとこう貿易が徐々に盛んになるにつれて、うん、今までっていうのはこの、ベネチアのこの対岸の町に川があって、その川を遡ってこうヨーロッパでこう商売してたんだけど、うん、こっち側のアドリア海の方が広いし、うん、商売としては広がるわけよ、うん、だからこっちに本当は行くアドリア海の方に行きたかったんだけど、あ、まあ南の方に行きたかった、そう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 、ところがアドリア海の東側、うん、東岸っていうのはすごい入り江が多いのよ、うん、だから海賊がいっぱいいるの、だからここを船が行くと荷物っていうか商品をいっぱい詰めていくと海賊が襲ってきて、なかなかもうアドリア海行けなかったわけよ、安定した供給ができない、そう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 、だから商売がなかなか広がらなかった、うん、だからこのこうベネチアが飛躍するためにはこの海賊をなんとかしないといけないなっていう問題があったわけよ、うん、でついにその992年にこう、はい、この海賊を撲滅するぞって決めるのよ、うん、でそれでアドリア海の警察になりますってこうビザンツ帝国に言うわけ、はい、このビザンツ帝国っていうのがこの当時その今のトルコからギリシャからこの、ベネチアの東側を治めてたのね、うん、でこのビザンツ帝国もこのアドリア海東岸の海賊にこう困ってたわけよ、うん、で代わりにだからベネチアがそのこの海賊を懲らしめますよと言って、うん、その代わりこのビザンツ帝国の都がコンスタンティノープルっていう都があるんだけど、うん、ここに我々の商人が入った時に今まで入港税という税金を払ってたんだけど、これを半額にしてくれっていうわけよ、うん、でそのビザンツ帝国としてもまあいっかと、確かに、そうそうそう、この海賊倒してくれるし、うん、でベネチアとしてもどっちにしろ海賊は倒さないといけないからやらなきゃいけなかったし、うん、しかもこういうふうに言えば入港税も安くなるというんでこれで行ったわけよ、うん、はい、でこれでこう海賊をやっつけて、うん、でしかもこの東このアドリア海の東岸の港にこう、うん、を保護領化するわけよ、うん、だからベネチアの
あの領地にするけど、その町は自分たちで治めていいよみたいな、うん、そういう感じにするわけよ。でもしベネチアの船が行ったら水をくださいと、うん、その代わり海賊退治は我々がしますよっていう、うん、まあ、そういう契約が結ばれるわけ、うん、でこれでこのベネチアにとって海の高速道路みたいな感じでこう休みながらこうアドリア海を旅できるようになるわけ、うん、でこれで商売がすごい増えていくわけで、ベネチアがすごい繁栄していくわけよ、これで、うん、だから繁栄の理由その3、貿易立国というふうになって、もともとこのベネチアって海に出やすい場所だったし、うん、でしかも島だから自給自足できないわけよ、うん、だから商売するしかないっていう状態。そうだね。でしかも海賊を退治してこの制海権をここ確保したと、うん、でしかも関税を引き下げることができたんで、うん、ライバルよりも安く売れるから、うん、商売すごい広がるわけ。そうだね、うん、でしかも場所としてもこのベネチアの位置って要はヨーロッパとアジアの間なわけよ、うん、だからすごい商売しやすい、うん、でしかも当時このコンスタンティノープルってすごいでかい都だったから、ここの入港税が安くなるってすごいでかかった、うん、でさらに繁栄の理由その4、はい、政教分離と、うん、宗教と政治が分離っていう話で、うん、このビザンツ帝国のまあなんていうのかな、仲間入りみたいないうふうにしたから、うん、ただビザンツ帝国っていうのはカトリック教徒が治める町じゃなくて、うん、ギリシャ正教が治める町なのよ、はい、で一方ベネチア人たちはカトリック教徒なのよ、うん、で当時ヨーロッパっていうのはそのどの町もあのローマ教皇派と神聖ローマ皇帝派っていう教皇派と皇帝派の戦いをしてたのね、うん、どの町もその町の中でその2つの派閥が争ってるような状態だった、うん、だけどベネチアはそのカトリックの国、ローマ教皇の下にいるわけじゃなくてビザンツ帝国の一部ですよっていう風にしてたから、うん、ローマ教皇としても手が出しづらいし、うん、神聖ローマ皇帝としても手が出しづらいわけよ、うん、だからベネチアの中で教皇派と皇帝派が争うことはなくて、うん、町が一丸となることができたわけよ、うん、だからこれもこうチームワークを使いやすかった。そうだね、うん、でこれまた反映する一つの理由なんです、うん、宗教問題はね、うん、根深いよね。そうそうそう、それがないっていうのが本当にスムーズに、うん、でかいんだよ。そう、そうなんです、うん、一致してね、それがね、宗教で一致してるときはね、そう、一致団結で言うけど ね、うん、ということ、はい、でそんな感じでアドリア海の女王となったんだけど、次は東地中海の女王となると。まだ広げる。そうで、なんかすごい、もう十分な気がするけどね、どんどん広がってきます、大きさ的に、うん、で1123年にエジプトと戦ってこのパレスチナ地方を、うん、にこう商売を広げることができたと。あ、そうなの、戦って勝ったってこと。うん、すごいね。完全に勝ったわけじゃないけど、この辺のなんていうかな、一発ボーンってやって、うん、こう商売しやすくなったと。一発まあ勝ったってことね。そうそうそう。でさらにもう一個でかいチャンスをゲットしたのは、うん、1204年に第四次十字軍っていうのがあって、うん、これに参加してクレタ島をゲットして、でしかも黒海沿岸も商売できるようになったと。うん、で十字軍ってもともと何かっていうと、その今このエルサレムって聖地なわけだ、うん、これはイスラム教徒の聖地でもありキリスト教徒の聖地でもあると、はい、でこのキリスト教徒の聖地でもあるから、エルサレムを今はイスラム教徒が治めてるんだけど、キリスト教徒の手で奪還しようっていうのが十字軍、うん、でそれを何回かやってて、その4回目、うん、第4次十字軍っていうのが結成されたわけよ、うん、でこの結成はフランスの騎士たちが結成してたんで、ね、でエルサレム行こうってなったんだけど、フランスからこのエルサレムに行くためには、まあ、陸地で行く方法もあるんだけど、陸路はすごい危ないからやっぱ海で行こうという話になって、うん、でじゃあベネチアってすごい船がいっぱいあるし船乗りもいっぱいいるから、じゃあベネチアに頼もうって話になるわけよ、うん、でベネチアに頼みに行く。だからベネチアがいいよって言うんだけど、ただしお金をくださいって。そうだね、で8万5000マルク払ってくださいというふうに、うん、結構でかい金額なんで、うん、で、まあまあ、フランスの決心じゃ分かりましたって言って、じゃあ1年後にって言って、うん、で準備して、でベネチアも完全に準備揃えるわけ、うん、船もいっぱい作って、うん、で船乗りも雇って、うん、準備万端してたんだけど、でフランスの決心来るんだけど、うん、何人かが来なかったのよ、うん、でしかも何人かさらにお金を集めることができなかった。お金払えませんって話になって、うん、そう何やってんだよって話になって、うん、でもベネチアはいやお金が払ってくれたらすぐ出しますよと、うん、でも払ってくださいって言って、そしたらフランスの騎士たちがこうどうするどうするみたいになるわけよ。お金ないから、ね、そう
だけど出せません、いや出してくれみたいな話でやってる間に、うん、こうベネチアがじゃあって言って交換条件出すわけよ、うん、あのお金はすぐ払わなくていいと、うん、ただしあのザーラっていう町を一緒に攻めてくれたらこの支払いを猶予してあげますザーラっていう町、そうザーラっていう町があってそのアドリア海の一個の町なんだけど、うん、そこをハンガリーの国が治めてた、はい、でそこを取りたかったわけベネチアとしてはそこは海賊じゃないんだそうそうそう、うん、でも十字軍って本当はイスラム教徒と戦うはずだから、うん、十字軍って言って集まってきてるのに、うん、ハンガリーもキリスト教徒なのよ、うん、十字軍もキリスト教徒攻めていいんかって話になるわけで、ね、そうだねだけど、まあ、背に腹は変えられないから、うん、まあしゃあないって言ってザーラ攻めるのそうで何身内同士で戦ってるのそうでベネチアはやったっつってでその十字軍の戦力を使ってザーラゲットできたと、まあ、厳密に言うと身内ではないのかそう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 キリスト教徒内の戦いだよね、うん、でザーラついてじゃあ次こそエルサレム行こうっていう話になるわけね、うん、そしたらそこにビザンツ帝国の王子様が来るんだよ、はい、でそのビザンツ帝国の王子さんが自分の父親が自分のおじさんに殺されたっていうわけよ、うん、でそのおじさんが今王様になってると、はい、でこのおじさんを一緒に倒して私を王様にしてくれないかっていう、うん、ビザンツ帝国が、うん、でもしそれをやってくれたら20万マルク払うっていうすごいなさっきの8万5千からそうそうそうだから完全にお金払えるとうん、でしかもさらにもう一個王子が言ってたのは、うん、その東西の教会を統合しますって、うん、東西の教会って何かというよりはビザンツ帝国はそのギリシャ正教、はい、でローマにローマ教皇がいて、うん、でどっちが本家みたいな感じで争ってるわけよ、うん、でこれをもうローマ教皇が一番上だと認めますっていうのを認めるんで一緒にこのビザンツ帝国のおじさんを倒してくれない、うん、でまたこれでこうフランスの騎士たちが、うんどうするどうするってなるわけブレスいいでしょイスラム教徒を倒すはずがまたクリスト教徒を倒すんかいっていう話に、うん、なって、うん、でだけどお金めっちゃもらえるし、うん、しかも東西教会をこう統合すると、うん、我々が歴史に残るぞこれはと、うんそうだね、なってよしやろうって話になってうん、コンスタンティノープルに攻めに行くわけ、うん、でそしたら倒すのよ、うん、でじゃん見事倒すの、うん、でハンガリーも倒してビザンツ帝国のおじさんも倒してそうでそれで、うん、おじさん倒したからでそので倒したおかげでそのベネチアはその協力をしてくれたから、うん、そのビザンツ帝国の領土の一部だったクレタ島をくれたのよ、うん、クレタ島ってこのギリシャのこの対岸のここの島なんだけど、うん、そうでここあると随分こう貿易しやすいわけよ、ね、めっちゃいいとこゲットできたと、うん、でしかもコンスタンティノープルって今までビザンツ帝国が治めてたけど、うん、その王子様を王様に据えたんで、うん、ベネチアのバックアップでその王子様が王様になってるからそうだ、ね、この黒海周辺も自由に貿易していいよってことになったわけ、うんすごいじゃんやったーってなって、うん、これでまた飛躍するわけよ、うん、ベネチアとして、うん、っていうのでまた飛躍しましたフランスの人たちはあそれその後なんか、うん、結局王子様約束全然守ってくれなかったり、うん、なんか内部でいざこざとかあって、うん、もうふわーっと終わってやっぱ最初の目的を持ち続けるっていうそこ大事だよフラフラしちゃダメだよこれこの第四次十字軍ってすごい悪名だから俺も高校の世界史でこれ学んだ時は、うん、ベネチア商人たちが、うん、十字軍を騙してめちゃくちゃやった十字軍みたいなそんな覚え方する目の前の人参に釣られたみたいなそうそうそう、ね、そんなんがあったと、うん、でさらにこっからあのもっと飛躍するわけよベネチアは最後までご視聴ありがとうございました楽しんでいただけましたらチャンネル登録いいねよろしくお願いします。